あかりでーす。みんな元気ですか？もう6月が入って暑いって感じなんですけれども、今日は定期的に訪れる私の本気ルークブックを撮りたいと思います。よろしくお願いします。もう可愛いお洋服着てるでしょ？はい、ということで、私がデザインしているブランド、リユーの新作を3週分ぐらいを紹介したいと思いまーす。4週目の発売もあるかな？あと全部ポップアップストアに置いてある商品なので、ポップアップストア今月末からね、スタートするんですよ、3都市。東京、名古屋、大阪と3都市、3都市もあるんで、フリー入場もあるので、あと当日券もあるかな？ぜひ、来てください。フリー入場でも私ちらっといると思いますので、私ね全部いますので駆け抜けますよ。来てくださった皆様にはね、私からたくさんの愛そしてパワーを与えていきたいと思いますし、皆様からもたくさんのハッピーをいただきたいと思っております。来てくださるだけでめちゃくちゃ嬉しいので、ぜひ来てくださいね。今日の飲み物はなね、もうね、夜10時前ぐらい、スターバックスラテでーす。いただきます。あー、おいしい。あー、おいしい。はい、ということで、リユールックブックスタート。1つ目、これ超可愛くない？私が欲しいなと思って作ったソーレースのセットアップ、花柄レーストップスとスカートに今も販売中のバックポイントパンプスアイボリーを合わせました。このホワイトレースの裏地はグレーにしているのがポイント。光沢ある裏地だからツヤ感が綺麗で上品な印象に。ソーレースだからセットで着ていただくと華やかだし、上のトップスとボトムをデニムで合わせても甘くなりすぎなくてかっこよく着られると思います。スカートの使い方は次のコーデで見せるね。レースをアップで見るとこんな感じになってます。襟までレースなんです。胸元のフェイクポッケや前立てのラインはサテン地で立体感を持たせてシャープな印象のボタンを選んでいます。トップスもスカートも裾がレースの端で終わってるところがとってもエレガント。トップスの丈はスタイルアップして見える丈にしているので、いろんなボトムと相性が合うよ。無地のフレアスカートとかふわふわのチュールスカートとか合わせても可愛いと思います。他にはない大胆な大柄レースだから、ぜひクローゼットに1着入れていただきたいです。2コーデ目、さっきのレーススカートの着回しでトップスを変えてみました。1コーデ目はセットできたけど、もちろん今のコーデみたいに別々でも着てもらえます。レーススカートも超使えるでしょ。例えばね、 T シャツ合わせとかもね可愛いと思います。このホルターネックのトップスはラミ糸を入れてるので超キラキラしてて可愛いの。もうピンク可愛い。夏にもぴったり。すっごく可愛いホルターネックニットが作れたから、カラバリも悩みすぎてね、たくさん作っちゃいました。実はですね、このピンク以外もブラック、ホワイト、サックス、ベージュの、5色展開になってます。私はね、このピンク推しかな。でも悩みすぎて決められないです。首元のリボンは自分で結べるようになってます。ホルターネックって私的には華奢見えで、すごい肩が綺麗に見えるし、真夏にたくさん着れるので本当に何着でも欲しくなっちゃうんだよね。3コーデ目、ボトムを変えるだけで雰囲気すっごく変わるよね。トップスはホルターネックのベージュに、ボトムはデニムのミニスカブラック、そして厚底サンダルを合わせたコーデ。ベージュはすごく大人っぽい色味で、リユーらしいベージュ。シンプルなホルターネックニットでここまでキラキラしてるニットはなかなかないと思います。そしてこのボトム、シンプルなデニムのミニスカートが欲しくてついに作ってしまいました。年中使っていただけるデニムのミニスカで、カラバリはブラック、ホワイト、アイスの3色展開。正直これは全色持っていたらコーデの幅が広がるので押し色悩むな。後ろのポッケには、左ポケットにはロゴ、右ポケットはビーム刺繍を入れています。これはね、何のロゴかと思いますよね。何のロゴでしょう。実はいつもリユーを愛してくださる皆様のことを考えて、ある特別なことを用意しています。その匂わせロゴですね。後日わかります。可愛いでしょ。私ピンクゴールドにハマってて、このミニスカにもピンクゴールドのポッチつけてます。静かなこだわり。この厚底サンダルもめっちゃ自信作でリユーから出るんですけど、発売までもうちょっと先なのでもう少し待っていてください。
カラーの合わせ方がベージュと黒だし、トップスはラメだし、リボンだしで、大人アマカジュアルコーデになりました。4コーデ目は先ほどのカラバリチェンジで着てみました。トップスはホワイトにデニムスカートはアイス、また違った雰囲気の大人アマカジュアルでしょ。ホルターネックのカラバリの中でこのホワイトのみラメ糸をオーロラにしているので、少し他のカラーと輝きが違って見えます。ホワイト以外は全てシルバーのラメを使っています。デニムといえばこのカラーですよね。カラー名はアイスで、いかにも夏にぴったりなネーミングセンスじゃないですか。大人が着れるシンプルミニスカをイメージして作ったんです。私は XS を着ています。このサイズ感ってなかなかなくないですか。ミュールも見てみて。甲の部分はオリジナルキルティング柄になっていて、マットコーティングのリューロゴをワンポイントに。ブラックもあります。カラー展開はブラックとオフホワイトの2色です。ヒールも低めで歩きやすくてサッと履けちゃうから、普段ヒール履かない方にも気に入っていただける自信があります。このマットなロゴが本当にシンプルで使いやすいし、コーンヒールデザインのこの形も良くないですか。トップスのリボンはこんな感じで結べますよ。結ぶ位置によっても少し雰囲気を変えれます。王道なホワイトにこのカラーのデニムは清楚モテしそうな感じですね。ここで目はオールインワン。これね、めっちゃ自信作、かわいい、こだわりいっぱい詰まってます。なんとなく見たことあるなって思う方もいてくださると嬉しいのですが、はい、去年の SS に発売したロンパースが大人気すぎて買えなかったというお客様の声もたくさん届いたので、今年のアレンジで再登場させました。去年とはまた違った可愛さがあって、自信作すぎるオールインワンができました。今着ているベージュ、そしてピンク、グレーの3色をご用意しています。ベージュは結構クリーム味のあるベージュかな、推しカラーです。肩見せが可愛いこのデザイン、フリルのボリューム感も絶妙なんです。後ろに向けて少し長くしてあるし、フリルの分量もこだわったよ。二の腕が華奢見えするようにしています。細ベルト部分には同色でリュウって刺繍してあります。この2本の細ベルトがリュウらしくないですか。2連のバックルが全体を締めてくれて、垂れるベルトのこの感じも素敵なの。ウエストにスラッシュを入れて少し肌が見えるのがそそられる。サラッとしていて夏にぴったり素材なので着心地最高。パンツスタイルで可愛く見せたい時にぜひ一着いかがですか。6コーデ目は1コーデ目で着ていたセットアップのピンクバージョン。ピンクだけど大人くすみピンクで素敵でしょ。このピンクの裏地は同色です。スカートの裾ラインに向かって広がるフレアが品があって美しいラインを作ってくれています。あー、もう本当にこのレースがパッと華やかにしてくれて可愛い。クローゼットにあるだけでテンションが上がります。セットで着ていただくとデートコーデにぴったりだし、スカートにカットソー合わせてもデイリーライクに着ていただけますよ。リュウはセットアップで作っててもバラ売りが多いんですけど、上下ねバラバラでも可愛く着ていただけるっていうのと、どちらかだけ欲しいっていう方もいると思うので、セット販売にしていないものが多いんです。もちろんね、私はセットで着るのが推しなんですけどね。それぞれ活躍できるとさらにいいですよね。また他の合わせはインスタとかに載せようと思います。ピンクは一着で映えだよね。最近ねリュウピンクすごい大人気なんです。普段ベーシックなカラーのお洋服が多い方は特に印象が変わるよね。本当にこのデザイン可愛くないですか。レースをふんだんに使ってるからちょっとお高めなんですけど、あんまり他のブランドさんでこの華やかさでこの価格はないんじゃないかなって思ってます。色味も絶妙だし、もう全色マジで可愛い。これでアフタヌーンティー食べてほしいな。7コーデ目はホルターネックニットのサックスにホワイトデニムのミニスカート、厚底サンダル、今季出るカゴバッグを持ってみました。夏を感じる涼しげコーデ、なんか夏のドライブデートとかにも良くない。カラバリでいろいろコーデ組んでるけど、雰囲気めっちゃ変わるから、さらにどの色にしようか迷いませんか。私サックスめっちゃ似合うよね。このトップスとデニムミニスカの合わせ、シンプルだけど映えるからめっちゃ好き。この夏いっぱいこのコーデでお出かけしようと思います。ミニデニムスカートのフロントボタンはリュウの記念日が入ったオリジナルボタン。バックポケットのロゴマークとおなじみのビームと片押しレザーパッチなど、シンプルだけど細部にもこだわりリュウをプラスしました。刺繍の色まで可愛いんだよ。カゴバッグ前回大人気だったので、今年も新しいカゴバッグを作りました。この横長の丸いコロンとした見た目が超可愛いでしょ。もう本当に傑作バッグなんだけど、新しさも感じないですか。もうこれほんと可愛くない。
ポップアップストアで数量限定で置くと思います。こちらの可愛い新作スカーフをローポニーにした髪の毛に巻いていきます。片面はロゴ入りのオリジナルチェック柄で、裏面はリュウ、逆さリュウのロゴが入ったデザインに巻き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 。はい、8コーデ目はオールインワンのグレーとこちらのスカーフです。いつもスカーフも大人気で、今年はこちらのデザインでブラック一色のみなのですが、バッグにつけたり髪の毛に結んだり、絶対使えるし可愛いっていうスカーフのデザインにしました。ポニーテールでリボンにしても可愛いし、今みたいにローポニーで軽く巻いて垂らしても雰囲気変わって可愛いでしょ。チェック柄の方を使うか文字側の方を使うかで雰囲気が変わるので、ぜひいろんな巻き方してみてね。このオールインワンはシルエット本当にこだわっていて、さっきも言ったんだけど、袖のフリルの分量とか、後ろに向けて長くなっているところ、パンツ部分のフレア分量、ほんとスタイルアップして見える工夫を盛り込んでいます。横側のシルエット見て、ウエストの空きとかベルトの細さとか、どの角度から見ても可愛いようにチェックしてるよ。アップで見てみて。肩の部分、片方は結ぶ肩リボンになっていて、アシンメトリーのデザインになってるのもポイントだよ。私結構ね、アシンメデザインが好きで、アシンメデザインで全身のバランスを取るお洋服を作るのが得意でもあります。パンツのヘムラインの長さを変えてるところもおしゃれポイントだよ。落ち着いたカラーのグレーオールインワンにスカーフとミュールはブラックを合わせて締めたコーデでした。9コーデ目、セットアップカラバリ最後のブラックにミュールブラック合わせのコーデです。はい、もうこのセット全色可愛かったでしょ。でもやっぱりブラックは王道で、レースがすごく見えてかっこいいですよね。私的にブラックはかなり推しです。ブラックはこのレースの美しさが伝わるように、裏地を肌で馴染むピンクベージュにしています。このピンクベージュの裏地がね、セクシーに見えるんですよ。お洋服を際立たせたいので、アクセサリーやバッグ、靴はシンプルなものを合わせるとグッドです。このお洋服着てたらもう絶対見ちゃうし、もう虜になっちゃうくらいこう目を引くデザインじゃないですか。この強くて美しい凛としてる感じが龍っぽいと思います。髪の毛結んでも綺麗だし、こうやって巻き下ろしで色っぽく、暗めのね個室でディナーデートとか、カウンターで焼き鳥デートとか、あー鉄板焼きデートとかもいいね。その後おしゃれなバーとか行っちゃってね。夜中の2時には帰ろうね。東京カレンダーの表紙みたいな雰囲気が漂ってるいい女のコーデになっています。はい、10コーデ目、トップスを変えてホルターネックのブラック合わせ。こういう合わせ方もあるよっていう感じで着てみました。この合わせ可愛い、マジ色っぽくない？カジュアルにしたい場合は黒 T 合わせても良きだと思います。このトップスはね、実物の方がもっとキラキラして見えるので、ご購入検討してくださってる方は届くの楽しみにしていてくださいね。リュウのねキラキラはね、本当にキラキラって言ってもらうことが多くてですね、めちゃくちゃテンションが上がるお洋服だなって自信があります。レースのトップス、スカートバラ売りで購入される方は、クローゼット内のトップスやボトムといろいろ組み合わせたりしてスタイリングを楽しんでみてくださいね。はい、ラストです。ラストはオールインワンのピンクにミュールのホワイトを合わせました。こちらのオールインワン、くすみ大人薄ピンクで可愛い。このピンクは甘すぎなくて着やすいですよ。優しいふんわりした女性らしい印象になりますよね。本当に何度見ても惚れ惚れしちゃうこのシルエット、歩いた時の美しさ半端ないです。存在感ありありオールインワンですね。なんかね、洋服が生きてるって感じがするんですよ。この服パンツスタイルだから動きやすいけど、フリルのガーリーさ、2本のベルト、デコルテなど肌見せ部分を美しく見せる細やかなディテールが織りなす女性らしさも忘れないから、モテちゃうこと間違いなし。ベージュのキャップを合わせてみました。またね、こうすると雰囲気が違って可愛いでしょ。今年もリュウキャップ出すんですけど、去年とは少し違うんですよ。またお知らせしますね。今はミュール履いてるけど、このコーデに厚底のスニーカーにしてもカジュアルにできるし可愛いと思います。この夏気になるメンズがいるサークルとか、集まりがあるキャンプとか、 BBQ コーデとかグランピングとかどう？これで気になるスキピもこの夏あなたに恋に落ちちゃうかも。みんなリュウを着てサマーバケーションしよう。はい、ということで以上、リュウの新作ルックブックでした。どうでしたか？めっちゃ可愛いでしょ。このロンパースとかマジ可愛いでしょ。マジでめちゃめちゃこだわり詰まったリュウ新作たちでしたので、ぜひね、気になったアイテムがあればリュウの公式インスタグラム、公式サイトもチェックしてください。そして私のインスタもよかったらチェックしてください。ということで、私の大大大好き
好きな自分のブランド、リュウのお洋服たちでした。また次の動画でポップアップ来てね。バイバーイ。